僕の政治的正義は人ものです。現時点で社会全体について有能な前人の政治家、10年以内で有能だった政治家は関係者は誰ですか。政治家というのは目的は何かというと国民から投票されて政治家でい続けることが目的なのであれば多分自民党の政治家は成功しています。なのでその日本経済を良くするのが正しいよねと思っている人たちって少数派なんですよ。 で、今でもその自民党と公明党に皆さん投票した結果が、過半数の人が自民党と公明党の政治家というのが現実なので、で、あの国民の多くが思う人が投票し、で、その人が政治をやるというのが民主主義としては正しいということなので、なので、その今の日本経済を、え、の状況にした政治家が悪だよねと考えるのは少数派です。 多数の人が考えるものが正義であり善であるというふうに考えるのであれば、今の自民党と公明党は正しいということだと思うので、善とか悪で考える限り、自民党と公明党は善だよねということになってしまうんじゃないかなと思いますけども。裏で誰が首をくろうが政治家はもっと不正をすべきだと思います。かっこただし、欲を増やすことはできなくて、保険が最大になるような行い。威力さんはどう思われますかおっしゃることは僕も最もだと思うのですが、結果として、 一般の国民に理解されないようなことをやった場合は、理解されずに下ろされて終わるっていうのがあるんですよ。例えばじゃあ、アメリカのオバマ大統領が結構あの暗殺命令いっぱい出してたりするんですよね。アルカイダの偉い人とかの暗殺命令出したりとか、で、あの、割とそのイランとかの偉い人の暗殺命令出したりとかするんですけど、で、日本の国益を守るために暗殺した方がいいんじゃねっていうのは多分あるとも思うんですよ。 この人殺した方が日本の方が得だよねと。でもそれやったとしてバレたら多分日本の政治家としては政治生命なくなると思うんですよね。なのでそれやっちゃうと結果として政治生命がなくなってしまうので、そういうその 悪いことでもやってしまって日本のためになるよっていうのをやった人っていうのは結果としてその政治家として生き残らないのでそれだったら日本国民に理解される範囲内でやり続けた方がやれる良いことというのは増えるんじゃないかなっていうことになるんじゃないかなと思いますけど評価が難しいのでいくと例えばえっと統一協会の解散請求がなんでされるようになったのか確実に山上さんのせいなんですよ一応山上容疑者 まあ、あの、安倍首相を山上容疑者が暗殺したので、結果として統一協会にスポットライトが当たって、統一協会の解散請求という流れになりました。 なので、その統一協会っていうのが、その、まあ、一説によると何千億円というお金を、その韓国にこう流し込んで、で、宮殿作ったりとかっていうのをしてるっていうので、で、そのお金だったりとか、じゃあそれで困ってる日本人っていうのがいっぱいいたよね。なので、それを止められたというのは日本にとっていいことだよねっていう話なんですけど、ただじゃあ、それをやるために何をしたかっていうと、その、日本の安倍首相を暗殺するという行為をしたんですよ。で、それは確実に悪なのですよ。 その計画的殺人をする。で、別にその安倍さんは統一協会の人ではないので、まあ、統一協会がバクをしてしまう原因になった一人ではあるのですが、ただそれで殺していいかというとそうではないと。ただその殺すという悪をやった結果、統一協会というのが解散請求になりましたっていうのが今の現状だとして、その山上容疑者がやったことというのは日本にとって正しいと思うっていうのを投票したら、やっぱり僕は悪であるという方が過半数だと思うんですよね。 何をもって正義とするか、何をもって悪とするかというのは、その国の国民によって考え方というのは変わるので、なので、日本の現状でいくと、やはりそういうのは理解されないという話なんじゃないかなと思いますけども良い政治家と悪い政治家の境界線ってあると思いますか。えっと、誰から見て良いか、誰から見て悪いかなんですよね。 例えばその日本って高齢者を優遇していて若い人たちが損をする構造っていうのになってるんですけどでもその高齢者にとってみるとそれは良い政治家なんですよで若い人たちにとってみるとあのなかなか未来がない国にしてらっしゃいますよねってなるんですけどなので若い人から見ると悪い政治家なので誰から見てるかっていう話だと思います日本を長期で見ると少子化って解決した方がいいよねっていうので少子化を解決しようとしてそこに予算を 込む政治家っていうのが理りは長期的には良い政治家かもしれませんとただ今じゃあ80歳90歳の人たちって10年後とかマジないんですよどうでもいいんですよ自分死んでるからなのでその今の自分たちを幸せにするのにお金を使ってほしい10年後20年後の日本人とかにお金を使うのとかマジ勘弁してっていう人もいるのでなので誰にとってっていう話だと思います。